こんにちは、高井田です。今日は鉄板でロシティを焼いてみたいと思います。こんなに早くできました。おお、アインファーロシティブリッツというやつを使うとこう簡単にできます。綺麗な丸になるといいですね。今日は鉄板焼きということで、ブランディーで香り付けをしたいと思います。今日は初めてロシティを作ってみました。スペシャル高平ロシティです。どうぞ。スイスで料理をするときはいつもベティボッシュに助けられます。